ライブを行い、うんうん、腰痛さんという、うんうん、YouTube では有名な、うん、あの外録チャンネルというところで、うんうん、出演された腰痛さんにですね、2度目、はい、2度目の来店をしていただきですね、うん、お話をさせていただきですね、うんうんうん、まあ最後の方、うん、最後の方で、うん、このチャンネルってあれですもんねって、うん、分かってるのは隊長さんですもんねって腰痛さんが大きい爆弾をドンって隊長さんの方が分かってる隊長さんの方が分かってますもんねこのチャンネルはっていう爆弾を投げられてですね、うん、で二刀屋外とちょっとそこでわちゃわちゃしてしまい、はいはい、僕はなんて言うんだろうその場を成立させねば、うんうん、が動くんですけどね、うんうんうん、で動画は昨日多分その辺で終わってるんですよ、うんはいはい、あ僕もなんかその辺ずっと悩んでるんですよって言って、うんうんうん、僕のテーマだと思ってるんですけどねみたいな、うんうん、それぐらいで終わりました、ね、それぐらいで昨日終わりましたよね、うん、でその動画が終わってからライブを閉じましたの後で、うんうん、ちょっと腰痛さんと10分15分、うん、話を男3人で話をしていたところからちょっと今日この動画を、うんうんうんまあ、僕もそういう重み、うん、ずっしりを取り入れたいと思ってるんですよ、うん、まあそれがテーマなんですけどね、うんうん、みたいなので、うん、まとめて終わって、うん、まあ考えたというか、はいはい、僕の読解力が悪いからですかね、うん、っていう話をしたんですね、うん、その腰痛さん僕、うんうん、体調の中で、うん、いや読解力とかじゃなくて、うん多分考えたことがないんですよ、うんうん、君は、うん、考えたことこんなこと考えたことすらないですよねないですよねって言われて、うん、もう意味わかんないんですよ何のことだって、うん、そしたら隊長が、うん、ああわかりますって言って、うん、何がわかるんだと思ってそう多分、はい、なんかあそうそうそうみたいな感じで僕はこうで隊長が話の流れでおっしゃったのは、うん、要は例えば世の中に対する怒りとか、うん、なんか、うん不正な部分っていうのは、うん、昨日出てくださった腰痛さんは、うん、それを見ると、うん、言わずには入れない、うんうん、入れない方言ってしまう言ってしまう、うん、からこう割り込まれたら文句言うみたいな文句言うとか、うん、裏方の世界の人にも、うん、表で取り締まる人にも、うん、接するっていう、うんうん、警察にもあっちの方にも絡まれるっていう人生だっていう話だったんですけど、うんうん言わずにいられない方、うん、で、うん、隊長はそれを考えたことがあるというか思ってはいる、はい、同じように憤りはする、はい、言わないけど言わないけど、うん、で僕は多分それをあ考えたことがないって言われると、うん、しても無駄じゃんとか、うん、だからなんかよく普段の会話で、はい、もういいじゃんこうなんだからみたいなこうしようよみたいなやるじゃないですか。やる。多分その辺だと思うんですよ。言うんですよ。本当にそれそうなのかみたいな。はい。っていう思いがあるじゃないですか。で、まあ、昨日ちょっとまた隊長とその腰痛さんとの後で、うん、まあ話題に上がったのは、うん、うちの会社、うんうん、まあ今は違うんですけど、うん、一時社内でまだタバコ吸う人がいた時代、一回、うん、禁煙に。禁煙に。なるんですよ、うん、禁煙しましょう、うん、禁煙にしましょう、うん、ってなって、うん、でも、まあ、その時まだ社長もタバコを吸っていたので、うん、社長は吸うみたいなのがあったんですね、うんうんうん、禁煙だけど禁煙だけど社長は吸うみたいなのがあった時に、うん、僕は、うん、するって流すんですよ、うんまあ、社長だから社長だから、うん、別に悪くないじゃん、うん、っていうのが、うん、何とも思わないかって言われると、うんうんうん、それに不満を持つ社員に対しては思うんですよ、うんうん、いいじゃん別にそんなのって社長だし社長だからさ、うんうん、でまあなんていうの言葉悪いですけど、うん、まあああいう人って分かってるなら、うん、僕は別に何とも思わないんですね、うんうん、尊敬する部分がある、うんうん、でまあそういうところもある、うん、別にいいじゃんなんですよ、うんうん、でも多分それは腰痛さんみたいな方からすると、うんうん、多分言うんでしょうね腰痛さんはおかしいだろうって言いますよね多分ね言うって言ってましたもんね言うって2日目入社2日目でそう腹が立ったら言うって言ってましたもんね詐欺だって、うん、やってること詐欺だよなみたいな、ええ、で頭あの口調もありますよねちょっと言う攻撃的なねそう、はい、詐欺ですよねとかこうみんながやりますとかじゃ言い方じゃないですもんね多分詐欺だろうみたいな
絶対いますよね。はい、で多分隊長もその場だったらどうされます、うん、その場だったら、はい、僕は揉め事が嫌だから、はい、我慢するって感じですよ。あ、怒りは湧いてくる。怒りは湧いてくる。なるほど、うん、なんか言ってることを、まあ、ルールなのにみたいな怒りは湧いてくるけど、はい、揉めるのがめんどくさい。確かに。でみたいな感じで蓋をする感じですよ。だと、うん、僕は多分、うん、こうやってなんていうのコミュニケーション的な、はいはい、チャンネルを上げてるんですけど、うんうん、その資格があるのかとか人と俺はコミュニケーションが取れるのかなって、まあそのなんかなんていうんだろう、ね、多分感じてないんでしょうねその辺は。あでそうやって言われるとあーってなるんですよ、うんうんうん、でもそうなるとどうしようが出てくるんですね、うんうんうん、ああどうしようが俺がダメなのっていう。であこれ情けない話伊藤さんにも聞いたんですよ、うん、これってダメですかってダメじゃないよって言ってましたよね。別にで確かにダメって言われても、うん、しょうがないんですよ、うんまあ、特性みたいなもんじゃないですか。はいはい多分考え方は近いものがあるから多分僕は隣でうんうんうんって言ってるところを飛んでみたいなちょっと僕そんなね口開けてとは言ってないですよポカーンとしてるみたいなあ、トキトキさんごきげんよう。ごきげんよう。やっぱドキドキさんも今言ってるのは、うん、やっぱ体調と腰痛さんが近いタイプだから うん、なのでしょうかと、うんうん、ちなみに私は腰痛さんの感覚がわからないドキドキさん、うんうん、はい。まあ言ってしまう感覚はわかんないですよ。ああそうですね、うん、はいはい揉め事嫌ですもんね。まあ我慢したらいい、はいはい、言っても変わらないじゃんみたいなのはあるので、はい、多分真ん中なんですよ。あ、僕とね。そう、はい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 、腰痛さんと二等兵がいて多分真ん中に僕がいるんで。あなたはね、うん、全視聴者の声と声の真ん中にいると思う、うんうん、あそんな感じだからどっちも分かるっていうんですよ、はいはいうん、タバコを吸う人がいる、うんうんうん、怒ってる人がいる、うん、どっちでもいいじゃんっていう人がいる、うんうんうん、の中で、うん、じゃあどうする、僕の中では、うん、じゃあどうするが一番問題になるんですよ、うん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 、じゃあこの場どうすんだよって、うんうん、っていうのがあるじゃないですか。これどうすんのこれ。じゃあどうするが多分腰痛さん的にはじゃあ言うですよ、文句を言う、はいはい、みたいなこう自分の怒りの表明じゃないですか。はいはいはい、はい、でこう腰痛さんって多分仕事もできる感じじゃないですか。有能ですよ、うん、頭も切れて切れて、はい、仕事もできる感じだけど、はい、ずっと悩んでるっていうのは多分対人関係で悩んでるんですよ。まあ多分悩んでないんでしょうね。あ、悩んでないというか、はい、まあでもこう苦しいって言ってるじゃないですか。あ、トラブルが起こるって話ですね。トラブルが、対人関係苦しいって言ってるじゃないですか。はい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 、うん、こう、あ、言葉辛い、うん、はい、そうですね、うん、っていうのは多分対人関係全部そういうでついてないとか言ってるじゃないですか。はいはい、うん、すぐ絡まれるしみたいな言ってた言ってた言ってるじゃないですか、はい、でも対人関係なんと思うんですよね。そうですね、うん、そこでこうまあ、自分でこう喧嘩ふっかける的なところもあるかもしれないけど、はい、で僕の中では、うん、まあ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 、うん、もうこの場をなんとか収めたいが出てくるんです、うんうん、丸くね、うんうん、ねっていうのが出てくるんですね、うん、っていうのが俺だよなとかって。で多分僕も多分そっちもあるんです。そっちもあるし、はい、腰痛さん側でもあるしみたいなところで、はい、そうするとこの怒ってる人にまあまあまあって言うと逆効果じゃないですか、うん、それをやりがちなところがあるじゃないですか。あるおせっかいなところがあるまあいいじゃないですかみたいなだってねって、下の人が我慢すればいいんだから、うん、みたいなことを言うとこっち怒ってるわけですよねだってお前の会社じゃないだろうが出てくるんですよ、うん、っていうので、はい、まあ両方僕がこうあ分かるみたいな。僕の気持ち分かりません。あ、その平和にしようみたいな気持ちは分かります。ああなるほど、うん、あなるほど。だけどそこで、はい、まあまあまあ社長のだからみたいな。あ、それは違うだろうかねみたいなことは。そうですね、はい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 。なので多分真ん中にいるなって感じました。そうですね、はい、の人さん MBTI なら SP タイプでしょうからねと、腰痛さん、うん、で SJ は秩序に準じて持ち場を守る人たちなので多分 SP の個人主義の世界を真似ようとしても難しいよなと。で二等兵は、まあ、いつものように、うん、あの本棚を見るんですよ。あ、解決策はないかな、あの何かないかなって、うんうん、でやっぱ僕は出会うんですよね、うん、でそういうの探してますもんね。出会った、うん、こちら、うん、MBTI タイプ入門、うん、
コミュニケーション編、うんうん、多分二等編も、うん、僕はコミュニケーションはうまいと思ってるんですけど、うんうん、多分これ勘違いですよね。その何をもってですよね、その場を上手にこうなんかなんていうんですかね、空気を読んで流していくのは多分上手なんじゃないですか。でこう多分腰痛さん的にはそこに憤ってるわけじゃないですか。でそれを軽く無視された感じになるわけじゃないですかそうですね、まあ、本音を出してるのにお前本音を見せるようはあるかもしれないですよね、うんうん、でもなんか僕は大チャンネル M8 のためにですね、はい、そう場を場をなんとかせねばが出てくるんですね、うんうん、で僕は自分のことを ESFJ だというふうに認識してるんですけど、うん、じゃあこの MBTI タイプ入門で ESFJ のページを見てみたんですね、うん、そうしたところ ESFJ のところは実際的なコントリビューターかっこ支援的に貢献する人とあってですね、コミュニケーションを取り協力すると書いてあり、うん、多くの人の手が入れば仕事は楽になる、うん、と書いてあり、手記の、外交の F、うん、外界では物事をテキパキと判断し協力的で配慮しながら対応する、で、補助機能は内向の S、うん、自分の内面では目の前の状況の実用性や現実性に意識を向ける、うん、で第3機能は N は直感ですか、うん、発達していくにつれ人のさまざまな可能性を考慮に入れていく、これも全然ピンとこないんですけど、で劣等機能は内向のシンキング T ですね、うん、発達上の課題は状況を客体の目を持って判断することとあって、まあいろいろこのコミュニケーションで重視するところはあるんですけど、そこはちょっと今日割愛して、で ESFJ のためのヒント、うん、君コミュニケーションのことうまいと思ってるかもしれないけど、うん、ヒントあげようって書いてあったんですね、うんうん、で ESFJ のヒントを読むとですね、うん、自分の責任と相手の要求に応じることに一生懸命になりすぎることがある、うん、自分自身の欲求を追求する時間を取ることで、うん、この真面目なやり方のバランスを取ってみる、うん、2人々の個人的な欲求が伝統的社会的に受け入れられるものであるばかりとは限らない、うんうん、一般的な規範から外れている個人の価値観や欲求も受け入れ、うん、人々がどうあるべきか、うん、どうするべきかなどにとらわれないようにしてみる、このことを他の人ではなく自分にも当てはめて考えてみる、うん、僕は多分考えてなかったんですね、うん、人のことを、うん、まあ、その場のことを考えてる感じですよね。そうですね、その社会の規範とかルールとかそういうことを重視して、はい、人々個人の気持ちとかまでは考えてないから、もうルールだからみたいな感じでやりがちですね、うん、でするとそう言われた人たちはこう自分の気持ちを考慮されてないって感じるみたいな感じですよね。なるほど。であとは社会的な規範を重視するため、うん、伝統的で安定した粘り強い仕事のスタイルとは違う方法を受け入れるのが難しいと感じることがあるかもしれないと、うん、人々は様々に異なる方法で自分なりの貢献の道を選ぶということに目を向け、一人一人の違いを受け入れ忍耐強く接してみる、幅広い長期的な論理的な視野を持って仕事をする人もいるよと、うん、まあそうですね、うん、これら自分のスタイルとは異なる方法を評価し、ビジョンや分析を自分の計画立案に含める、あと、あったここなんですよ、うん、場を丸く収めることは、うん、いつも効果的な方策とは限らない、うんうん、問題に直面した方が良いかどうかのタイミングを見極める必要があるだろうと、うんうん、特に職場では問題点の全てに触れる必要はないが、直面化も考慮に入れてみる、うん、とあって、うん、丸く収めなくていいんですね。丸く収めるのがいい場面もあるけど、はい、そうじゃない時もいっぱいあるよって話ですよね。喧嘩しててもいい、喧嘩してても、まあ、それがこう問題解決につながることもありますよっていう、全てが丸く収めればいいわけじゃないみたいな、角張ったままでも
角張ったままっていうか、まあ、問題が解決すれば丸くなる可能性はあるじゃないですか。問題そのものが、それが長期的、それが長期的あーなるほどね、うん、問題そのものが解決する。なるほど、うん、今のなるほどはなるほどですちゃんとしたなるほど、はい、で建設的なフィードバックを与えたり、うん、受けたりすることに難しく感じるかもしれない、うん、しかしこのフィードバックは自分だけでなく誰もがより高い生産性を発揮するきっかけとなる、うん、構えずに改善の方法に耳を傾ける、うん、やっぱり急ぐところがあるんですか、ね、あ、まあ、それはあるかもしれないですね。早く丸めようみたいな収めよう。早く丸めようは出てきません。僕は、はい、あんまり角張ってると逃げますもん。どうやって逃げるかを考えます。あ、僕なんかそこはね、場を丸めるっていうよりは、はい、逃げる、僕が丸めなきゃが出てくるんですね、うんうんうん、なるほど。あとは、誰しもが協力的に振る舞ったり率直に自己表現したり支援を申し出たりするとは限らない。それぞれ仕事の方法を尊重しつつ、まあ、チームの中でいろいろ方法を考えよう、うん、なんてことが書いてあります、うんうん、